はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ、13回目かな、やっていきたいと思います。前回ですね、ヒューズを手に入れて、これを配電盤にくっつけに、行くところからになります。もうほんと怖くてねマジで先へ行きますか。もう一回逃げなきゃならないっていうことにはならないといいけど、ほんと先見えないよねこれ。赤ちゃんってうろついてるわけじゃないのかな、多分一定のところ行くと襲ってきて、で逃げ切ればまあもうどっか行っちゃうっていう感じだと思います。早く、ちょっと待って、早く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 、待って、あ、待って、待って、これはどうする、どうする、こっち、え、こっち、なんかある？あ、こっちからか、あれ、あれ、どこだっけ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 、やばい、やばい、やばい、待って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 、鍵なんて調べてる場合じゃない。本当はこっちからだから。抜けて準備室から逃げようと思ったの、思ったんだけど、ちょ、わかんねえ、わかんねえ、マジで真っ暗。あ、来た、いる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 、前方にいる、食われる、食われた、これは抵抗できないか、食われた、早々にして食われてしまった。リスタートで、じゃあちょっと待って、逃げ道を確保しよう。こう行くでしょ？で、どこだっけ？あれ、どこだ？マジで。あれ、行けなくなってる？あっち側。行けなくなってんじゃん。え、ちょっと待って、ちょっと待って。どうするんだ、じゃあ。どこへ隠れる？隠れる場所がない。だってこっち側から来てたよね。え、ヒューズ入れて速攻で逃げる、押す、この角度だな、この角度だったらすぐ行ける。調べる、ヒューズ、ちょっと待って、押せないよ、押せない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 よ、押せない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 、ちょ、あ、来た来た来た、もう後ろは見ない、後ろは見ない、後ろは見ない、はい、早く、あ、早くしてくれ、逃げろ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 、あ、入られた入られた、あ、消えろ、よしよしよっしゃ、うんね、超怖え、マジで。さらばだ。その後どうする？武器がないからさ、撃退ができないからね、どうすればいいんだ。声がする。ちょっと地図を見よう。ここ開かなそうだね。開かない。ん？人形がいるな。てかに、おい、なんだよ。人形使いみたいなのが。どうなってんだ？うお、めっちゃ人形。イベント。勝手に動いてる。行かないで。行かせないわ。なんだ、まだ生きてるなんてすごいね。でも早く私を見つけない。お友達にぶっ殺されちゃうからね。チェキタ、命がけで探し、待て、なんだなんだ、私を見つけてごらん。どこだ、こっちの方行ったよね。ガチャとはできない。てか、なんだ、誰に追われてる。あ、玄関ホール2階とか、どこだ、全然関係ねえな。人形、あいつを、アンジーを探せばいいんだ。アンジーだっけ、なんだっけ、
ちゃんと地図を見ながら行こう。どれ？これじゃね？捕まえる。捕まえた。おい。て。ローズさえ生まれなきゃこんなことにはならなかったのに。負け者で。ハサミ、いいね。有効活用した。追うか。今度多分下に行ったね。2階はこれで終わりでしょ。多分ここにいる人形使い、なんかかっちょいいお兄ちゃんが持ってたね。んどっちだ、なんか血がある。あ、これこっちから一周できる。どこだ、あと。あ、血を追っていけばいけるかな。あ、いた。あれ、いねえや、こいつじゃねえ。どこだ。わかんねえ、なんか追われてるんだか追われてる感はないよね。いた、捕まえる。マジでハサミで戦ってんの。倒せんのハサミで。ローズにもこんなことするのか。血を追っていけばいいってわけではなさそうだな。でもここはそんなに広くないからね、部屋自体は。なんかしらみつぶしに行けばなんとかなりそう。あ、いた。てか何回やのこれ。捕まえる。お前なんかここから出られるわけない。あ、もうだいぶ顔がやられてんな。首切ればいいじゃん。かわいいお人形ちゃんに何しやがんだよ。消えな。血が出るんだ。でも一応人形だけど。お、こいつが本体ってことか。ミア、俺が必ず。なんだ。え、あ、あれが出てきた。よし、とにかくここから出よう。鍵、これは多分まあなんかくっつけんで。お、調べる。私欲の鍵と部品を組み合わせた。そうだよね、こいつの仕業だったのか。人形はもう動かない。失われた所持品を手に入れた。もう何持ってたか忘れちゃったよ。肉持ってるし。で、両足、これで2つ。お、なんかある。アンジー人形。え、でこれでもうここにはアイテムはないから用はない。あれ、てかさ、ベネビエントってなんか鍵を預けたみたいなこと言ってなかったっけ。ちょっと待って、装備しよう。ナイフはいらない。ハンドガンでいいよね。あ、待って待って、上、左がナイフ、下がスナイパーライフル、右がショットガン。よし、野銃。懐かしい銃。我が友よ。こいつがあれば100人力だ。あ、あと宝箱取れんのかな。あれ、こうやって言って、あ、こっちか。銃の撃ち方をね、ちょっと忘れちゃってるから。いや、それにしても怖かった。割と早めに終わったけどね、あの地下ゾーン。赤ちゃんマジで怖かった。でも暗すぎるんだよ、とにかく。武器もないし暗いっていうところがかなり精神的にきた。なんか落ちてなかった今。そんな感じではない。
アイテムはなし。明るい。で、宝箱どうなんでしょう。調べる。え、私欲の限りここでは使えない。なんだ、何が使える。これ、ここでは使えない。なんだ、あとあるとすれば取ったやつ。鉄格子ではないしね。ドミトレスク両足頭部ハンドル、宝の地図、家族の写真、ルイザ。誰だっけルイザって。え、わかんねえ。これは何をゲットすればいいんだ。もう少し戻るか。じゃあカラスじゃなかったか。あ、でもこれここ行けそうじゃん、もしかしたら。もう地形忘れちゃったよ。あ、箱がある。390円。あれ、これ裏側から行ける。裏側来たっけ俺。あそこにも箱がある。あ、中入れんじゃん。どこだよ。あ、中ある。やった、ショットガン。さあ来い、一の大事にしてやる。入ってきたら倒す。ここだったら、ちょっと待って、ハンドガンでいいんじゃん。待って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 、多すぎだろ、これは。多すぎ。痛い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 。耐久力。え、マジっていうんだけど、なんなんだこいつら。ちょっと一旦距離を取ろう。頭を狙う。いや、しぶと。こいつら一体何者だ。しかもさ、あのプラプラしてるの超邪魔なんだけど。いろいろ拾う。倒したの、まだいたか。ちょっと待って待って待って、こいつはハンドガンでいく。逃げろ。どこ行った。距離さえ取れば。頭がめちゃくちゃ揺れんな。倒したか。結局プラスになったのかマイナスになったのかよくわかんないけど、ショットガン見る暇なかったけど見よう。これが火力拡散型のコンバットショットガン。なんか後で手に入れたからこっちの方が強そうではあるよね。弾が若干少なくなってんな。地雷、地雷全然使ってない。キーピックくらいだね。え、ああここホールドできたのか。全然そういうの活用してないからな。820円。こっち側もなんかあるかな。カゴがあるけど、カゴになんか入ってるとかある。落ちてきた。あ、入ってるじゃん。2000円。くらい。待って、ショットガンの威力を見たいんだけどな。ここで威力見れなかったよね。しょうがない。なんなんだ、クソ。よし、これになれば倒せてる。まだいるか。あ、こっち行けるようになってる。行こう。で、ここあれがあるね。ハンドル。
敵が出てくるとか。マダリの人気、頭。ってことは、くっつけられるってことか。これはなんだ？開けられるか？なんかある？なんも？あった。なんだこれ？貴重の写真。え、青い鳥みたいなのがいるの？ちょっと見てみよう。鮮やかな青色の鳥。どこで撮られたものだろうか。どこだこれ。さっきのところっぽいけど。特に裏側には何もなさそうだね。ってことは写真を見て。え、なんだこれ。青い鳥がどっかにいるってこと？でも青い鳥殺すの？かわいそうすぎる。中入るか。これなんだ？調べる。え？あ、なんか頭手に入れなかったっけ？何かの球体を入れる。あ、これまた玉遊びのやつかな。あっち側にアイテムが見えるし。炸裂弾、炸裂弾ってグレネードランチ。あれ、ここセーブポイントじゃん。楽器職人の鍵。あ、これやつのところかな。ちょっとお宝があったところ。行きたいは行きたいんだけど、まあ少しセーブしますか。で、ここは球体って書いてあったから、今それは持ってないんだよね。入れるものもない。そうすると青い鳥が今のところちょっと謎ではある。でもなんかここら辺の写真っぽくない？なんかここの屋根とさ、ここら辺でさ、あのカゴがあれだったのかな。2000円手に入るよっていう。まあいいや。でもこっちデュークの方もいけるもんね。あ、バツがついてる。この宝欲しいな。ベネビエントの副葬品。ん？赤い。関係ないか。橋渡って釣り橋。無縁墓地は敵出るかね。墓地だから。さっきの変なやつら。いや、もう仕方しよう。で、これ待って、なんとかないと。やばい、くぼみに入ってしまった。あ、鳥かごがある。待って、前方にもいたぞ。来る前に強行突破。こいつらこっちまで来んのかな。安全地帯、逃げ切った。ってか死にそうだけどね。デューク。おやおや、これをご存知ですか。お、人形じゃないか。新商品が入りました。お、マジ。ちょっと待って、その前にアイテムを売却しよう。ビビアナイトはこれ売っちゃっていいでしょ。これも別にいらないでしょ。これもいらないでしょ。暗示人形クソだけんだけど。28,000円。二つ穴の首飾り、これってどうなんだ。木彫りの動物、頭胴、熊のぬいぐるみ。こんなん生きてるんだっけ。売ろう。あとは肉キーピックになってくるから。で、アイテム購入。なんだこれ。あ、弾が作れるようになるレシピか。レシピで結構金使うな。47,000円。
弾は少し補充しておきたいんだよな。これはもういらないよね。ロングマガジン、ハンドガン、チークパッド、 F2 ライフル、手ぶれが軽減される、ショットガン改造パーツ。てかさ、武器を強力に改造したいときはお声がけを。これじゃなくて、武器を売りたい。760640。いや、これ絶対下の方がいいな。装填数が少ないけど、こっち売っちゃおう。売ります。見る限りまだまだ使えそうですが。いや、一種類あれば十分で、これを装填数を上げときたいよ。装填速度も一応重要だからな。こう見えても手先は器用な方でしてね。装填数は弾を使い切ってからにしよう。さっきの墓地にもう一回行くか。威力160が170、スナイパーライフルは850か。カスタマイズ用のって何かあったっけ。あれ、めっちゃソールドアウトになってんだけど。ショットガン用、反動を大幅に軽減できる、 W870 か。これ買おう。それを選ばれると装着、ハンドガン用パーツ、あー、ロングマガジン、レミか。レミはもういらないからね。反動軽減12000円、まあ一応買おう。ああ。よし、お気になさらず。こんなもんか。で、良き日よ。これをショートカットの右で4発あるから、やつらをぶっ殺してこよう。こっちまでは来ないね、やっぱり。ん？逃げ切った？鳥籠。お、これは金3000円いっぱい入ってる。人形が置いてあって、あ、また鳥かご。鳥かごはマジアイテムの宝庫だからな。あれ、痛い今。草か。あ、めっちゃ鳥かごあんじゃん。470円、しょぼい。帰り道に出てくるのかな。あ、箱がある。大して探索してなかったな。金、これ何。あ、小麦粉か。あ、結晶の塊。青い鳥は本当気になるんだよね。特に他取れそうなのはなさそう。で、結局この吊り橋に行くから、まあいいか。ちょっと分かんないけど戻ろう。で、鍵を手に入れたんで、楽器のどこだったっけ。あったよね。敵出んのかな。ちょっとセーブしていくか。よし、セーブ。さあ、なんだっけ、
いらないかな、そのロード画面とか入るからさ、いらないかなと思って切ってんだけど、めちゃくちゃセーブ早いから大丈夫そうだよね。火薬兵器、マエストロの収集品、ここに行きたいのよ。でこれってさ、行くのちょっとめんどくさいんだっけ。いやでもここが空いてるはずだから、こっから、あれ、こっからこっち行けなかったっけ、飛び降りてきたもんね。いや行けなそう。あ、でも屋根登って、向こっ側とか、あ、いける?ほら行け、全然ダメだ。ではでは、どっちから行ったっけ。ここ行って、ここ行って、ここ行って、で、でどうしたっけ、下通るのか、下通って、でこっちから、敵は復活してなさそうだね。こっち行って、でここか、でこっちの家、ここで楽器職人の鍵、よし、ハッピーバースデー。一応敵がいないかはちょっと見とかないと。ここ開けられる?なんだこれ?あ、薬液か。ほい、640円。ここか。え?え、なんかあったっけ?ヒント、これか。ナンバーはあの子の5歳の誕生日。はいはいはい、そういうことね。270917、270917だっけ。よっしゃ、開いた。なんだこれ、秘宝フレスベルグで、これ何、あ、ロングマガジンね、くっつけよう。パーツ装着、はい、弾が増えた。これ結局使ってないからね。あとくっつけられるものをちょっと見ておきたいんだよな。アンジー人形は高額換金アイテムで、これ組み合わせ可能。もちろんマダリーナ人形も組み合わせ可能。木彫りも組み合わせ可能。これってこれとこれだけでいいの?胴体にはめ込めば完成しそう。あ、なんだ。二つで完成したわ。高額換金アイテム。美術的価値が高い。よし。じゃあ、アンジーとかも売っちゃって良さそうだね。で、全部取ってなくない?ここか。640円。え、まだある。どこだ、これか。違った、あと開けられそうなところ、ここ。ん、上もないし、ここはもう取ったよね。気もない。上とかないな。
まだ未発見アイテムがある。この上でもないし、ここなかったのがちょっとあれだな。ここ開けられないし、こっちの棚、ここはもう多分閉めて終わりだよね。いや、わかんねえ。まあしょうがないか、出よう。さて、じゃあデュークのとこまで帰りますか。はい、というところで、じゃあベネビエント邸が終わったんで、鍵を手に入れたから次は私欲の退治の鍵のこっち側だね。ここを開けて、奥に進んでいきたいと思います。そんなわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。